飯田徳次は、神奈川県横浜市出身のプロ野球選手、監督。シーズン154試合出場は、杉山公平と佐々木真也と共に日本対記録。パリーグ初のベストナインも受賞している。浅野総合中学校から、東京鉄道局に就職し野球部に入部。中学時代はエースで4番。鉄道局時代に一塁手へ転校し4番として、活躍した。 1942年の都市対抗野球では打率。556をマークして打撃賞を獲得した。戦争を挟んで1946年の都市対抗にも出場。実業団の若手の中で随一のプレイヤーだった。1947年、南海ホークスに入団。2年目からレギュラーに定着。チャンスに強く長打の打てるバッティングと6年連続。 40投類の瞬速で中心選手として南海の5度の優勝に貢献。1949年5月21日の巨人戦では満塁サヨナラ本塁打を放っている。1951年から1952年には3割前後の打率を残して打点王、1955年に MVP を獲得。その後、木塚忠介、影山和夫、 岡本伊佐らが入団、いわゆる100万ドルの内野陣が結成されるのだが、その中でも、飯田の一類守備が光った。特に一類守備でのワンバウンド送球に対するグラブ裁きは、戦前の名一類守、中川三義の後を継ぐ、タコ足二世と呼ばれた。ショートバウンドの処理は抜群で、それまであまり問題にされなかった一類守の守りの重要性を飯田は認識させた。 走行手にわたって、隙のない選手として活躍した。守備の負担軽減を狙って1955年より、中堅手に転校した。同年伊田は4度目の3割台を、マーク、リーグ最多の163安打を放ち、MVP に選ばれたが、この年も143試合に、フル出場したのが大きく評価されたと思われる。同年8月24日のトンボ戦で、サイクル安打を達成する。 1956年には154試合にフル出場。外野手、転校2年目だったが、脚力を活かして広い守備範囲を誇りそつなくこなした。1956年シーズンオフ、飯田は10年選手の権利を得たため南海にボーナスを要求したが、南海は長打力重視のチーム方針から力の落ちた飯田に対してボーナスを支払う意思はなく、飯田は 国鉄スワローズへ金銭トレードに出され、南海が国鉄から受け取ったトレード金銭を飯田はボーナス代わりに受け取った。国鉄に移籍した1957年より一塁手に戻って40盗塁を記録し主に4番に座った選手としてプロ野球史上初めて盗塁王に輝くなど脆弱な打線をけん引するが、1958年5月24日の 大半新戦で、総類中、二類ベースにつまずき、アキレス腱を断裂して、1948年9月12日以来続いていた連続試合出場記録は1246試合で止まった。広島の絹笠義雄に破られるまで長く、日本記録だった。ちなみに、連続試合出場中の1951年の南海の公式試合数は104ながら、 当人の試合出場数が100になっているのは、開幕前にパリーグ選抜軍のメンバーに加わり、ハワイに遠征したところ、帰国が遅れ開幕日の3月31日に間に合わず4試合欠場したのだが、これは不可抗力というので高級扱いになり、連続出場の中断の受け目を見ずに済んだ。また、1954年にも手首に支給を受けて、 ダイソーだけで出場したケースが3試合ある。1959年に復帰するが徐々に制裁を欠き1961年に高知県人となり、1963年に2000試合出場まであと35試合、2000アンダーまであと22本というところで引退した。引退試合は1965年3月27日の南海戦で、 当時のオープン戦の観客数は2000人だったが、飯田の引退試合には、有料入場者が6000人を超え、富士テレビでも中継された。途中から一塁手として出場し勝ち越しの三塁打を放っている。引退試合でヒットを打っているのは国鉄では飯田のみである。ちなみに、同年には一歳下の関口清次や飯田同様一、リーグ時代にプロ入りした。 富谷健二郎も引退しているため、この1963年をもって公表上における、対象生まれの現役選手及び一リーグ時代からの在籍現役選手が、9回からいなくなった。温厚な性格で、ふつの特産と呼ばれ、親しまれた。引退後は、1964年から1965年に、国鉄、三 k ヘッドコーチ、1965年オフには、 三景球団が新監督に、鶴岡和との将兵に動くが、公認監督の影山和夫が休止により、鶴岡が南海監督に留任したため、飯田が監督に昇格し九百六十六年から九百六十七年まで、三景監督。戦力的に恵まれないチームで、ふつの徳さんと言われた、温厚な性格をあえて鬼にし、特に巨人戦に力を入れて戦ったが、 戦力不足は埋めることができず、両年とも5位に終わった。1968年南海ヘッドコーチ。1969年、鶴岡の優待を受け監督に就任。しかし、主力選手の故障者続出や、声を出せしか指示がないとチームに、不信感が生じ、戦後初の再会となり、責任を取る形で辞任。後任には、野村克也保守が昇格した。 その後は、ネットテレビテレビ朝日の野球解説者。引退後は、喫茶店を開業し、駅ビル商店会の良き相談役だった。1981年に野球殿堂入り。2000年6月19日、心筋梗塞のため死去。76歳坊津。ありがとうございます。